わ、雨降ってる。今日の台北は小雨です。明日の夜に日本帰るんですけど、今日と明日は台北をブラブラします。お、フォリオセレクト、ああ、セレクトショップ的になっているらしいです。これなんだろう、かぼちゃ的な。お、万年筆だ。結構かわいい。ああ、ラッピングに使うテープだね。へえ、これかわいいじゃん。なんだろうこれ、何に使うんだ。使い方知ってる人いたら教えて。お絵かき帳？お絵かき帳じゃない、絵本、絵本だ。あ、またラッピングテープあります。これかわいい。あ、宇宙人、宇宙人またいる。ん、靴下コーナー。メイドイン台湾ってことこれ。あ、メイドイン台湾と書いてあります。靴下作ってんだ。あ、これ真空のやつかな。590ミリ。うーん、いいね。あ、でもちょっと重い。ホテルのロビーです。リーファー J という台北の問屋街に来ました。カラスミとシイタケ、すげえシイタケ売ってる。お茶屋さん、あ、アリさん、ウーロン茶。シェシェ。めちゃくちゃ種類がいっぱいある。うわ、急須かわいい。これは大体2人用から3人用です。そのサイズで。このサイズ。一人用しないで。一人用比较少。最小的话大概是这些。あんまり一人用のあんまりないんですよ。基本はこのサイズですね。これはもうちょっとちっちゃいのなんですけども、あ、それであのお茶ですね。だいたい台湾のウーロン茶で7回とか8回くらいお湯入れられるんですよ。うんうん、で毎回あの味で振れば全然違うんですね。香りが強かったりとか濃かったりとかするので、その楽しみ方とも一緒なんですけども、あの、そうですね。少しずついただくという感じです。OK。これもほぼこれと同じ高さで取れた。2500ミリ。やばい、やばい、喝看比比看。これ飲んでみる？你就喝一个第三跟一个女士。で高いところで取れたお茶やっぱり高い。高いっていうのは量が少ない。ああ。なるほど。所以比较高的地方，除了量比较少之外，它的味道也会不一样。然后它的甜度跟回甘，让你嘴巴更甜。对，回甘度不一样，速度不一样。甘みがやっぱり違うんですよ。あとその後味です。その甘さ感じるスピードというか、結構やっぱりその少し高いところの方が早いというか。所以它是球形的，它像是这样子。茶碗温めてお湯捨てて茶葉入れて蒸したりでお湯入れる。
就稍微打开来，少し開いて。嗯。它まだ完全ではないです。二発目の方がちゃんと味が出るんです。香り。チー。あ、いい匂い。でも確かにちょっと弱いのかもしれない。どうぞ。どうぞ。ごちそうさまです。あ、美味しい。美味しいですね。すごい美味しい。ちょっと痩せられる。はい。これからお試しするお茶は、テカウノンですけれども、テカウノンはここに「正宗」という二文字が入っているんですけれども、これはなぜそういうふうにするかというと、テカウノンのお茶がテカウノンという木からお茶葉を取っているんですけれども、でただ茶葉がそんなに量がないんですね。で他のところでは普通のウーロン茶の茶葉をテカウノンの製法だけでやって、それテカウノンとして売ってるんですよ。でテカウノン本来の作り方がかなり複雑で、要はそのずっと繰り返し繰り返し何度もやってテカウノンの味がするんですね。さらにここは本当にテカウノンの木から葉っぱをパッパッ取ってるんで、あっちはやっぱりちょっと違うんです。こっちは本当のテカウノンです。で偽物のテカウノンもあるともあるってこと、ね、もあると、そうですね。似たようなそう同じ製法でウーロン茶で作ったテカウノンもあるんですよ、はい、これは本物、本物です。はい。なんかすごい分かりやすいウーロン茶の、ウーロン茶というか台湾のお茶の表をもらいました。超分かりやすいね。これ10種類ぐらい飲ませてもらいました。あれ油で揚げ、あ、茹でてんだ。油じゃって、水。茹でて、黒糖？那这边是什么？あ、黒糖で。黒糖で茹でてんだ、また。あ、こっちにも砂糖が入ってんだ。あ、これ難しいね。難しい。難しい。切れました。オッケー。オッケー。食べて。あ、出ない。あ、どう？大学芋の柔らかいバージョン。へえ。美味しい。美味しいよね。美味しい。うん。純素鮮品概念店。食事はお任せでいいですか？もちろん。ビーガンのお店だそうです。食事もちょっといただけるようになっております。お茶も飲める。なんか作ってくれてます。食材もいっぱい売ってます。说那个辣酱，对 ，OK。你弄一点辣酱，好，好。这个，这个，这个面的，这个，那我给你讲，饺子，饺子。台湾語教室。台湾教室スタート。ビーガンの台湾でのその言い方というかは素食、素食と言います。上の文字がお野菜の意味ですね。日本語にない感じ。まあ動物性のものを食べないってことだけで。就是不吃动物性的。对对，不吃动物性的。そうですね。動物性のものを食べない。次は何？全素。全素。全素。对。全素。
前祖という純祖と純祖という言葉は、まあ、日本にはあるんですけれども、うん、これはほぼ台湾では一緒というふうに考えていまして、うんうん、でいわゆる Vegan without five atoms、うん、香り強いそういった玉ねぎとか塩料を食べない、うん、という方の場合は純祖と前祖と言います。新しいよ。出てきた言葉は純正祖で、今の書いてる頃はアルコールもこの香り強いお野菜も NG。 はいはいはい、いっぱい出てきたよ。いっぱい出てきました。これ卵のミルクは OK で、でこれはミルク OK の方もいるし、ただのビーガンだね。ただのビーガンで、さらにアルコールとゴクン食べない、食べないっていう、一番厳しいのは下の方、最近やってきた言葉です。あ、ごめんなさい、あれはこうなんですか。ゴクン。ゴクン。うん。ゴクンね。ちょっと場所を変えまして、花博公園というところに来ました。なんか全然台湾っぽくない。すごい臭豆腐の匂いがする。土日だけやってるマーケットだそうです。クジラ？お米屋さん。わ、蜂だ。蜂がいる。ライチ売ってます。バナナと大根と里芋が。このピントンのカカオ、カカオ屋さん発見した。あ、しかもカカオ売ってるし、売ってるじゃん。あ、結構いい値段するね。客家人比较吃苦耐啦，对，嗯，菜水凉面，客家人比。后面的烤花果。前奏，これどういう意味？あ、米でできたビーガンのとかね。辛いソースいる？いる。芋ですね。芋？米じゃなく。米要素ない。うん、なんかどっちかというと芋っぽい。甘い、なんか甘い、甘い。うん、ちょっと甘い。美味しいかどうか。うん、なんかソースの味。ソースの味がします。ちまき屋さん。わちゃん。うん、不错不错。美味しい？美味しい。美味しい。美味しい。日本語。日本語怎么讲？芝麻鸡呀。日本語啊，芝麻芝麻鸡的。芝麻鸡。そう、芝麻鸡でしょ？芝麻鸡だよ。そうよ、这芝麻鸡でしょ？芝麻鸡。そう。哎，哪巴掌我都知道。我讲的芝麻鸡。芝麻鸡。啊？ここは有機バナナが売っています。三叔，不是三。勇気にまだ完全になりきてないけども、あ、転換期間、転換期って書いてるんですね。アボカド売ってます。超でっかいな、これ。でかいね、アボカド。大きい。すごい大きい。めっちゃ見たことない。台湾産でしょ。台湾産的嘛。对啊，台南麻豆。有吃过吗？
なんか当初は日本の方が台南でこれを作り始めて、今台湾で皆さんが作ってるんですよ。食べる。要怎么吃？就这样子，要用手抓。使用这个干的。まだちょっと若いのかもね。若い。吃好的去。不是，不是。不是。おいしい。おいしい。塩。おい、水水。新郎市場。ベーグル屋さん。さつまいもクリームチーズ。超でかい。台湾に来たので足裏全身マッサージ行きます。志村健って書いてある。本当にここに。普通のマンションだよね。マンションっていうかビルだね。あった宇宙ストッキング。ここにもやっぱり志村健。足つぼの後は台北のインドカレー屋さんです。あ、サモサです。チャナマサラとナンです。ナンがめちゃくちゃ、あ、しかも薄いし小さめです。これホテルに帰ってきたらお客様、天気がだんだん寒くなってきますのでね、寒気を避けるため台湾の飲み物を差し上げます。どうぞお召し上がってくださいね。良いお旅を。ハウスキーピング、ジョアン。お茶をもらいました。よし、パッキング終了しました。今日も台北をブラブラして、夜の便で日本に帰ります。芝山に来ました。芝山駅周辺はちょっと武蔵小杉風です。お、グッドマンロースターズ到着しました。あ、伊藤さん出てきた。これ出勤ですか、これから。いや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 、今日はもう全然ブラブラしてるんですか。ブラブラしてるだけ。日曜日だ。 VIP が来るっていうんだ。早速どうぞ。早速ごめんなさい、12時からのスタートなんですけど。あ、そうなんですか。うん、あの彼がね、コーヒーのクラス今やってて。あ、そうそうそう、あのラテのクラスを。もう終わったんですか。今ちょうど終わって、9時から10時。全世界カンパス。ハンドドリップとエスプレッソ。アリサンコーヒー売ってます。で、駅前から少し場所を移動しまして、この店に来ました。マックの2階です。色、これは夢の色で前菜的な。スープとチャンス、辛そうな鍋、ご飯、グッドマンロースター。広い。芝山から
タクシーで10分ぐらいの温泉にやってまいりました。ご飯すごいすごいな、激混み。帰りはこれでタクシーを呼べるらしいです。呼んだタクシーが到着したようです。お、じゃあガチから温泉から一番近いのはこの石碑駅らしいです。タオヤン空港に到着しました。18.4 キロ、今回はピーチで荷物が1個預けられて座席指定ができるプランです。帰ってきました。今回は飛行機が深夜着だったので空港のホテルに泊まりました。ではゆっくり